はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあラフトをね、早速やっていきましょうかね。バージョン13のねアップデートが入って、その後ね新たに加わったですね、いろんなね、例えばまあこういう感じですね、こういうものをまたねどんどん、集めていきたいなということで、今回もね早速やっていきましょうか。さあ、前回ですね、こちらのね、展望台、もうはい、すっきりなくなっちゃってね、かなりすっきりしましたね。そうそう。でね、同じくね、前回の動画の冒頭で、ちょっとね、お伝えしたんですけれども、まあ、バージョン13のね、アップデートが入ったその後に、またですね、新たなアップデートが入って、このね、これですよね。旧素材と新素材を、まあ、自由にね、入れ替えることができるようになったと。こういうものがね、これが追加されました。これね、バージョン13の時にはなかったんですよね。うん。これね、新たな、こう、しっかりした何々っていうものが、バージョン13でね、こう、加わってきたんですが、まあ、これをね、じゃあ、例えば、ここでね、うん。従来のもの、この板材を、これ張り替えるとなると、全部これをね、壊して、で、入れ替えなきゃいけないっていう風になってね、大変だなと思ってたんですけども、まあ、こうすることによってですね、ここですね、はい、もう一回いきますよ。このリプレイスの、ここを選択した状態にすると、これをね、いきますよ。ポチッと。はい。今ね、もう、これを、斧で壊す必要なくて、まあ多分理屈的には壊して新たな板を置いてるっていうことだと思うんですけども、こんな風にやってくれました。これね、よく見るとね、厚板が2枚返ってきてますよね。でも、ちょっと待って、今8ですよね。はい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 。これ、わかりましたかね ?8 が4になって、プラス2ですよね。これどういうことかっていうと、うん。木製フロア。これね、よく見たらね。旧タイプのフロアは、厚板4枚に対して、こっちのね、新しいデザインの6枚いるんですよね。うん。こっちのがコストが高いってことなんですね。これよく見たらね、張り替えるときに。で、この6枚が必要にはちゃんとなってるということですね。なので、はい。ですよね、これね。6枚必要と。だから、2枚戻ってきて、6枚使ってるってことか。いうことですね。なので、全くね、その、コストが全くかからずに張り替えられるわけではなくって、やっぱりね、資材は必要だと。いうことですね。うん。まあでもね、これめっちゃ便利ですよね。だってこれも、これ張り替えできますからね、これね。うん。ちょっと厚板がないから。厚板を取ってきますか。お、来た来た来た。ああ。ほんとだ。入れ替わっちゃいましたね。今、ランタンが、ついでに戻ってきたな。ランタンちゃんと戻ってきましたね。これ、ここに貼ってあったやつね。で、あ、OK ですね。ここにつけておくか。はい。扉も張り替わりました。ね。こういう感じか。これも張り替えてみる?あ、でもこれもまたランタンが吹き飛ぶかな。ここにしましょうか。おー。こういう感じですね。なんだろうな。本当に、前も言ったと思うんですけど、家みたいになりますね、これね。うん。はい。まあ、じゃあこんなとこにしときましょうかね。じゃあ、ちょっと夜になったので、一回寝ましょうか。でね、今回やりたいことは、こっちのね、大きな島を探索して、でね、まあ、こういうね、新しい設計図がね、手に入ったらな、ということで、ちょっと大きな島をね、のんびりブラブラと探索に行ってみましょうか。よし、じゃあ行きましょうかね。でね、久しぶりなんですけど、スクリーチャーとかね、イノシシとか、まあ多分いますからね。まあその辺もじゃあ久しぶりにやっていきましょうかね。
お、早速ですね。ちょっと待って、イノシシが久しぶりに来ましたよと。あれどこ行った？いた。これね、イノシシくん、よいしょ。よいしょ。これ横にね、避けるのがやっぱ一番安全かなっていうね。あれどこ行った？いた。これね、イノシシはね、なんか目標をね、設定した、目標を定めた場所に向かってしか行かないんでね、方向転換しないので、まあ、ある程度ね、最初にここにいますよって、位置を知らせて、で、こうなんかブルンブルンブルン、ヒヒーンとか言ってね、走り出したら、さっと横に動くという感じがいいと思います。お、近いぞ。こっちだな。来たー。さあ、なんか出ろ。おお、これは当たりの可能性が。これはいいっすよ。さあ、来た、来い。残念でしたー。設計図は出なかったですね。チタンの鉱石と、これですね。この絵が出ましたね。さあ、そろそろここね、スクリーチャーがいるんじゃないかな。じゃあ今度はスクリーチャーの相手をしましょうかね。久しぶりにね。まあね、ラフトの動画はもうかなり前からずっと上げてるんですけどね。もう1年以上前ですかね。もしかしたら。そんなに経ってないかな。初めてね、スクリーチャーと、対面したというか、対戦したというかね。いう時の動画もまだもちろん公開したままなんですけどね。まあひどかったですね、その時はね。うん、まあ、何がひどいって、もうひどい、もうなんかもう自分で見てもね、下手くそやなこいつっていうね。でね、もうそのね、動画はもう個人的には恥ずかしいんでね、本当非公開にしたいぐらいなとこなんですけど、まあいいじゃないですか。なんかこう、成長記録みたいな感じでね。うん。まあ別に自分がそのなんか、なんだろうな、プレイの上手さでね、ラフトっていうこのゲームを見せてるわけじゃ、特にはないんでね。まあいいかなと。まあただね、いろいろね、心には刺さりますよ。この下手くそ野郎がとかね、へぼーとかいうコメントがつくとね、うん、なんかなかなか心に刺さりますけどね。まあまあ、いいんですよ。まあ皆さんいろいろね、楽しみ方あると思うんでね。まあ下手くそなプレイを見てね、US 感に浸りたい人とかね、いるでしょうし。はい。まああんまり言うとね、ちょっと毒づいちゃうんで、まあこれぐらいにしときますけどね。とな感じで、今どこ行ったかな？あ、いた。うん。これね、調子がいいとね、こういう風に、よいしょ。こうね、止まってる間にね、ここでも一発入れたりとかね、できるんですけどね。ああ、外しちゃった。あとね、タイミングが合えば、飛んでくる、向かってくる途中で一発入れて、あ、こういう時チャンスですよね。ああ。よいしょ。まだだな。もう一回ぐらいかな。割となんか挙動も親切になった気がしますけどね、これね。前に比べて。なんだろう、優しくなったっていうかね。うん。OK。よし。じゃあ、ちょっと待ってね。これで、喉を潤して。よし。金属探知機。あ、そうそう。この上にね、確か、箱がありましたね、ここね。よいしょ。あった。これっすね。お！これですね、これ金属探知機だけじゃなくてね、箱からも出るんですよね、これね。うん。出ました。
今持ってますよね。よし、じゃあいきますよ。これを使う。きたー、なんか出たぞ。今のなんだ、あ、ここだ。この今まであった棚のところを押すとですね、さらにこう出てくる。デザインが違うんだ。で、必需品も違いますよね。これ昔のやつはプラスチック製なんだけど、今出たやつは釘を使ってっていう。ああ、こういうことか。よし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 。という感じに、ですね、金属探知機だけじゃなくて箱からも出るということならば、あれですね、稀にね、小さな島とか海の中にも、箱出ますよね。なので、海の中もね、探ってった方がいいですね、これね、金属探知機だけじゃなくて。うん。小さな島のね、陸上部分にも置いてあるときあるんですけど、ということは、こっからも出るかな？あー、残念。ここは出なかったですね。これはね、なんだろうな。今の木箱からは絶対に出ないとかっていうことじゃなくて、多分ね、ランダムなんですよ。うん。まあなんか、くじ引きみたいな感じで。なので、この場所から出ないじゃなくて、この場所から出る人もいるでしょうし、出ない人もいたと。まあ自分はたまたま今ここで出なかったってことですね。はい。さあ、金属探知機、どっち側かな？これ。ここだ。あー、残念。出ないですね。やっぱりね。このガラクタからは出ないのか。よーし。戻るか。暗くなっちゃったし。よっしゃー。戻ってきた。寝よう寝よう。よし。じゃあ早速ね、さっき手に入れた、違う違う違う。これはね、これ。これは、あれか。金槌いらないな。これ作るですね。作る。できたできたできた。こういうことか。よしよしよし。あ、こんななってんだ。床に置くとこういう感じ？あ、で、壁にかけるとこういう感じか。なるほどね。ここにはできないぞ。ここもダメだな。これなんで？あ、こんなとこにもつくんだ。おー、あ、柱につくのか。これは何かまたできそうだな、じゃあ。こういうことか。これですよね。この横にちょっと置いてみましょうか、一旦。うん。これ今ね、右側が元々のやつですよね。これこれこれ。ですよね。で、今、左側のがこれか。あー、確かに雰囲気いいかも。ちょっとじゃあ、これ置き換えてみましょうかね。よいしょ、ここに置いてみましょうかね。で、これを、こういう感じか。プラスチックよりこの木なのでね、あ、そうだ、これあれか、色も塗れますかね、ひょっとしたらね。もしかしたら塗れないかな。あ、塗れますね、これ。わ、塗れた色。なるほど。これはいいですね。これも塗れる。あ、そうか、これも色塗れるんだ。あー、これ、そうか、今まで全然気づかなかったな。これ色全部つきますね。で、このプラスチックのやつはつかないですよね。これ昔のやつは。でも今回のこれ木でできてるから色がつくんだ。へー。そういうことか。これ全部色濡れちゃうな。はい、こんな感じでね、これいいですね。
ちょっと待って、もう一個作ってみよう。荷物がもう大変なことになってる。こういう風に置くと、壁じゃなくて床に置くとこうなるんですよね。よいしょ。これはこれでね、またなんかいろいろ使い勝手がありそうな感じはしますよね。ちょっと待ってくださいね。一旦ね、荷物のね、整理してきます。よーし、戻ってきた。ちょっとね、わかりやすいように今一旦ね、色をね、外しましたが、こういうことですね。いいですね。これこっちにも置いてみようかな。うん。いいですね。これ、ちなみに、上には重ね、あ、できますね。こういうこともできるのか。ほほほほほ。この上はどうかな。あ、いけそうだな。ちょっと待って。うまく合わせて、ああこういうふうに置くと、もうなんかあれですよね、棚がもう別のものに見えますよね。うん、はい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 。うん、この真ん中に置きたいですね。ここですね。よいしょ。さらに、この上にも置けますよと。よいしょ。おお、こういうこともできるんですね。うん、まあ、これがね、センスがあるかないかって言われたらもう、なんか寂しい感じなんですけど、今ちょっと試しにね、置いてみました。これを置いてもいいですよね、このロボットとかこういうものをね。うん、飾り棚的に。ああ、これはいろいろと工夫次第で、この縦にね、重ねておけるのはいいですね。はーい。これでしたね。はい、というわけでございましてね、今回はね、こちらの大きな島の探索をして、その結果ですね、これですね、この新しいタイプの棚が手に入って、ここにあるようにね、2種類のタイプに、分かれて形状を変えてくれると。壁につけばこんな感じだし、床に置けばこういう感じと、さらにね、重ねておくこともできると。うん、こういうね、棚をね、見つけてちょっとね、使ってみました。これはいいですね、なかなかね。うん、まあこんな感じでね、どんどんですね、新たなね、ものを見つけていきたいなということですね。多分テーブルとかもこれ今1個しかないんですけど、椅子とかもね、こういうのもどんどんあるんでしょうね。はい、からね、金属探知機だけじゃなくて、まあ、箱からもね、出るということなので、まあ、海の中の探索もね、やっていこうかなということでございます。さあてな感じでね、今回はここまでとなります。またね、それでは次回の動画でお会いしましょう。